付属中学校日本女子大学付属中学校高等学校は神奈川県川崎下幕の日本女子大学に飼育とキャンパスにある同大学付属の女子校である2020年度までは敷地に日本女子大学大学院人間社会研究科人間社会学部が隣接していたが目白キャンパスに移転した1901年日本女子大学校の開学と同時に 現在の東京都文京区目次路大に日本女子大学校付属高等女学校開校。戦後学生改革により1947年付属高等女学校を母体に新生日本女子大学付属中学校、日本女子大学付属高等学校が開校される。1979年に付属中学校が西生田キャンパスに移転し、現在に至る。 見学の精神として三大綱領新年徹底、自発創生、共同奉仕を掲げている。中学生は制服があるが、高校生には制服がない。蔵書五万冊帳の中高共通の図書室がある。中学校卒業生のほぼ全員が、付属高等学校に高等学校卒業生の75%が、日本女子大学にそれぞれ進学する。 公式ホームページによる、校舎の廊下の壁に各クラスの全員の美術作品、国語、社会のレポート、調理実習の写真付きレポート、陶芸などが展示される。ありがとうございます。